じゃんけんで勝ったら、はい、お母さんが嬉しい。15% オフ。負けても10%。お母さんが見てる前で立ち上げましょう。ああ、いいです、いいです。いくよ。最初はグッ、じゃんけん、ほい。はい、行こうでしょ。はい、行こうでしょ。おめでとうございます。じゃあ、明けおめということで、これ。はい。翔平 TV って YouTube だから、はい、はい、お願いしますお願いします。最初はグーじゃんけんほい。いいよ。ちょっと待って、みなさん、これこれはなんかここをこうしてほしいっていう。そしたら、これありがとうございます。ちょっと4時以上何かグラブのグローブです。先にこれプレゼントします。キャッチャー。キャッチャー Z の。おお、小林誠司選手モデル。マジ、うん、頑張って。ガンガンたくさんボール取ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。最初はグー、はい、はい、はい、行こうでしょ。あごめんな、ごめん、ごめんね。パーしか出さないよ。ごめん、ごめんね。今年も弱いな。これじゃあ 10% オフのシート、今、今度からプレゼント。じゃあこっちのキラキラステッカーをどちらか1枚プレゼントします。はい、こちらがいいですか。こっちがいいです。こっちはこっち。ありがとうございます。お願いします。買ってください。ごめんな、ごめんな、マジで。ありがとうございます。ごめんな、また来年ちょっと、また来年ちょっと来て。あ、OK です。ありがとうございます。はい、かわいい。じゃんけんする？じゃんけんまでできた。いいですか。いいですか。ちょっと最初はじゃんけん、あー、ごめんなさい。すみません、プレゼントですね。今プレゼントの時は、これさ、はい、こちらのレジに持ってきて、はい、こちらか1枚を、どっちか、どっちか、グラブ、何もなしで買っていただいたので、これだけ作ってお渡ししちゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、あ、OK です。番号札3でお待ちのお客様いますか。はい。ごめんね。どっちか選んで。こっち。ありがとうございます。何？マジで？ありがとう。翔平さん、また来年も来てください。OK。ちょっと待っていただいてもいいですか。じゃんけんね。最初はグー。OK。はい。あー、負けた。くそー。おめでとうございます。いいじゃないですか。2勝1敗。さっきの全部、全部、さっきの全部こう忘れたから、忘れた。リセットした。リセットして今2勝1敗ですよ。あれ、朝一？朝一。全然、まあ勝ち越しいけますね、これは。いくよ。最初はグッ、最後ほい。あー、やった。イエーイ、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 やった。おめでとうございます。やったやった。いえいえ。お兄ちゃん、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 打つなきゃ。あ、翔平さんと。いえ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 イースト、イースト。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。お兄ちゃんの資格買いに来てないけどね。あ、そうなんですね。落合かローズ、どっちか。おー、任せろや。任せろや、行くぞ。まあ、落合さんはね、同時で。どれ？どれ？2番目。2番目、山上、行くよ。行きますよ。来た。え？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 
じゃあいい、いい、じゃあ落ち合いかローズ、はい、はい、いい、生き物大丈夫、生き物生き物 OK、 はい、大丈夫、大丈夫、落ち合いかローズね、任して、これ、これ、はい、いいよ、してくれよ、いいんじゃない、これいやー、そう、今来たんじゃない、今お、惜しい、お、ロット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 、おお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 、バレンタイン、バレンタイン、ちょっと待って待って、え、来た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 、すげえ、てかここで、あれ、確定エース来るんだ、来た、ズチーム確定エース、こっち、こっち、そう、ローズだ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 、今年の運だな。運ですね。まだ、まあ、でもね、サブポジ多いからね。まあ、電源10パー。30パーあるやん。お前30パー。おお。おお。リアニス選手はやばい、リアタイの、リアタイかよかったです、ありがとう、ありがとう、よし、写真撮ってください、知らんけど、写真撮ろう、さあ、あっという間に、5時になりました、残り1時間ということで、この間にグローブがね、今日公式グローブがすごいなんか売れてる気がしました、はい、じゃんけんの勝率的にはどうですか？じゃんけんは多分ほとんどまあ負けて、まあ1割も勝ってます、あ、ってことは9割負けてるってことですか？9割負けてます、あ、じゃあ来年いないな、来年ちょっとね、来年危ういんですけど戦力があるかもしれないですちょっと見える、これこのボールが、私のマークの去年もそうだったんですけど、公式フォームを作っていただいてね、こういう、でもこれ作ってもらったのに負けちゃってますからね、そうですね、まあまた来年来てもらえればもういいと思います、はい、なるほど、すいません、申し訳ないです、まだ2日あります上がる頃にもう終わってますから、終わってますが、ますか、週間後には出ると思う、はい、すごいな、大盛況で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、またね、来年もよろしくお願いします、アモさん、どうですか、あの今日の翔平さんの勝率的なところで言うと、ちょっと非常に負け越していただいて、ですよね、ほんとお客様みんな喜んでいただけたみたいな、はい、はい、まあ、多分その差額は、まあ、翔平 TV 請求が問題ないと思うんですけど、はい、いや、もういろいろいろんなご購入いただいたんで、本当にありがとうございます、あ、いい、君らがいろいろ購入してもらったここでもう、ね、埋まったということでああ、なるほど、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、スタッフどうですか、今日も翔平さん負け越してますけど、島本さん、島本です、真帆さん、はい、真帆さん、負けすぎじゃないですか、ちょっとね、思ったより負けちゃっててちょっと残念です、残念です多分もっと言って大丈夫だと思います、いやいやいや、今すごいね、優しく言ってくれたけどね、内心ちょっと頭蹴り入れられますよ、これ裏で次に行きたいって感じです、そうっすよね、そう、なんでもそう、ダメでも、ね、一回ね、転んでもね、立ち上がればいいんすよ、わかります、それが人生だから、ね、わかった、でも負けた言う方が言うとなんか説得力がなくてさ、いや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 、やっぱりなんでもそう、我々が負けたおかげでお客さんは喜んで耐えられる、待って、我々じゃない、私我々じゃなくて、みんなの代表でしょ、代表でじゃんけんしてるから、いや、だって翔平 TV だからね、あ、そっか、翔平 TV だから、はい、仕事しましょうか、OK、
顔も映してあげる。YouTube で行こう。くじ引きだ。頑張れ。外れでした。残念。外れ。もう一回やる。もう一回やる。今度はあの早田じゃなくてイクトにしてる。じゃあ惜しいよ。惜しい。まあ多分外れたよ多分。ね。あ本当に外れた。本当に外れた。本当に外れかよおい。本当に外れだったよ。はい集合、はい集合。えぐいな。じゃあ今日来てくれたから、じゃあ俺はステッカーあげるから、どっちがいい？こっちがいい。こっち、こっち。はい、大事にしてな。待って、待って。大事にしてな。ほら、YouTube、YouTube。はい。映して、映して、映して、映して。あ、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 なんか落ち、服が落ちる、服がはい、ありがとう。そのポケットにのポケット。かけがえのない、これまた YouTube デビュー。またな、あなた YouTube デビューまた来年待ってるよ。また来年な。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。バイバイして、バイバイして、バイバイして。来年グローブね。あ、せっか落ちてた。おーおーおー、せっか誰落としてた人。服が落ちる、服がじゃあね、ありがとう。はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。マイハルスポーツさんの初売りイベント、はい、ウィズ翔平 TV 大成功に終わりましたということで、すごいね、楽しかったですね、うん、いや、朝から朝の開店時のあの2時間、やばかった。2時間ちょっとはマジで記憶ないですよ。バタバタ、もうすごいたくさんの方に来ていただいて、うん、なんかあれ昨年来られましたよねっていう、うん、なんか見たことある方もたくさんいましたし、ね、それはまあ嬉しかったですね。そうですね。また来てくれたかと。でもそれってさ、面白かったとか、うん、楽しかったって思ってくれて、また来年も来ようと思って、はいはい、来てくれてると思いますので、すごい嬉しかったです。はい、グローブ、なんかグローブ接客してたけど、どうでした？そうでしたね、むずい。やっぱやっぱこっちの知ってる知識を言っても知らないメーカーももちろんあるんで、そういったメーカーが好みの方に対する接客なんかはやっぱり難しいなと。そうですね、感じましたし、まあ普段からやっぱりやられてる前原さんだったり、まあ他のスポーツショップの方々ってすごいんだなっていうのを再確認することができましたので、まあいい機会できましたって、まあ、再確認することができたので、まあ、とてもいい機会を、今回いただいて本当にありがとうございました。まあ、昨年はね、あ、まあ、できなかったんでね、ロヘさんね。今年はちょっと去年の分も、はい、ね、含めて頑張って、まあ、結構頑張れたんじゃないかなとまあでも、接客して買っていかれた方も買っていってくれた方も、ありがとうっていう言葉を、言っていただけたので、まあ、そういったところこっちとしてもやっぱ嬉しいなというふうには感じましたね。まあ、僕ら普段さ、ね、僕らだけで撮影とか、うん、野球好きのメンバーでいつも一面みたいなって、撮影してますけど、こうやってなんか初めてとか、うん、まあ、年に何回かしか会えない方と、そうですね、ね、交流できるのも僕らも楽しいですし、はい、やっぱ触れ合えて一緒になんかこうできるっていう、うん、すごいいい機会というか、なかなかない機会なんで、ちょっとこれをパワーに、またこの1年、うん、頑張っていきたいなと、はい、また来年もね、呼んでいただけるように。呼んでいただけますかね、ちょっとまあちょっとね、話変わりますけど、まあこれでね、10% オフなんですけど、僕とじゃんけんをして勝つと 15% オフっていうのがあったんですよ、うん、まんまと僕はそのレジ前でやるじゃんけんのやっぱ皆さんの圧によって萎縮した関係により、ちょっと負け越し、まあ、勝った勝率多分2割5分とかまあ3割、まあ多く見て3割ぐらい、ほとんど負けてしまいましたけども、まあね、あとあと多分前原さんからね、来年のことは多分打ち合わせがあると思うんですけどどうなるかけど、やっぱり前原さんも言ってましたけど、まあ、お客様が、まあ、新年に来てくださって喜んでいって帰ってもらうっていうのがすごいやっぱり一番と言ってましたので、まあ、そこを僕はその言葉を信じて、また来年あるんじゃないかなと僕は思ってますので、ぜひともまた来年も読んでいただきたいなと思っております
厳しい顔をしてらっしゃいます。やばいやばい、目が決まってる、目が決まってる、目が怖いですね、ちょっと。はい、前原スポーツさん、そしてあのスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お昼ご飯も最高でしたね。美味しかったですね。美味しかったですね。1年に1回しか食えないですよ、すき焼きなんて。そうですよ。また来年ありますし、うん、そうですね、再来年もあるかもしれないし、はい、我々が、YouTube を続けている限りね、こうやってあると思いますので、はい、その機会にぜひとも前原スポーツさん来ていただいて、ぜひとも、僕らと交流、してほしいなと思いました。はい、というわけで、前原スポーツさんのイベント大成功ということで、はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。走走走走走走